どうも、マリルロキです。まだ前回の動画見てないよって方は下の概要欄に動画のリンクが貼ってあるので、そちらからご視聴よろしくお願いします。はい、というわけでヤンキーシリーズの第2弾、早速やっていきたいと思います。マジ？はい、こちらのメッセージ、東京都八王子市緑町670。この住所は僕の家の住所ではなくて少年院の住所なんですね。少年院の住所にヤンキーを呼び出したんですけれども、それに対して返信がありました。こちらでございます。本当に行くからな、その住所に。覚悟しとけよ、明日行くからな。まさかのヤンキーが本当に来てくれるっていうことなんで、僕の方で返信を返しました。オッケー、待ってるね。その次の日ですね、ヤンキーから DM が来ました。おい、今から向かうからな、本気だぞ、謝るなら今のうち、っていう風に来たんで僕が返信を返しました。本当に来ていいよ。分かった、マジで覚悟しろよ、今から向かうわ。そしてその1時間後、待っとけよ、あと2時間着くからな。僕ちょっと計算したんですけど、福島県の福島市からその少年院まで300キロぐらい離れてて、3時間50分かかるんですよ。いや、さすがに、4時間かけてこのヤンキーが来ることはないだろうと思ってたんですよ。そしたらこんな風にヤンキーから連絡が来ました。もうすぐ着くから準備しとけよ。俺この DM 見た時めっちゃびっくりして、こんな風に返信をしました。マジで向かってんの？悪いことは言わないから帰った方がいいよ。そしたら案の定ですよ、ヤンキーからこんな風に返信が来ました。は？てめえにビってんじゃねえよ、絶対ヤンキー入れる。いや違うんだよ、と思いながら、いやビビってるとかじゃなくて、やめといた方がいいと思うっていう風に僕返信したんですよ。でもこのヤンキーはね、聞き入れてくれないわけ。こんな感じで返信が来ました。ふざけんなマジで、もう着くからな。もうやばいと思って、本当にヤンキーがこの少年院の住所に行くとは思わなかったの。僕ちゃんと教えてあげたんですけど、この子聞く耳を持ってないから、俺は忠告したからねっていう風に DM で送っておきました。そしてついに到着時間になりました。そこでヤンキーから来た DM がこちらでございます。おい、どういうことだよ、てめえ俺のことはめやがったな。はめたんじゃないじゃん、俺言ったじゃん。だからヤンキーさん、俺忠告したから行かない方がいいよって。それで僕が一応確認のために聞いてみました。今どこにいるの？そしたら返ってきた返信がこちらでございます。てめえが送った住所にいるんだよ、てめえ。マジかよ。おい、もうヤンキーさん、これ嘘だってわかるでしょ、小学生でもわかるよ。それに対して僕が返信を返しました。お前バカだな。いやでも俺思ったの、さすがにこいつ嘘ついてるんじゃないかなと思って、本当はこの住所にいないんじゃないかなと思って、こういう風に聞いてみました。写真送って。そして返ってきた DM がこちらでございます。許さんマジ、先輩に連絡するわマジで、ほんと気持ち悪い野郎だな。いや本当に悪かった、悪かったよヤンキー、それは俺が悪かった。だって本当に行くと思わないじゃんこんなの。だから俺ヤンキーに本当に悪いことしちゃったなと思って、こういう風に返信をしました。ごめんね、本当に思ってるから、みんなバカにしてるわけじゃないからね、本当に。本当に悪いことしたと思ってるよ。わざわざ4時間近くもかけてバイクで来てくれたのかな。あ、 JR か、 JR って来てくれたのか。そしたらねヤンキーから返信が来ました。は、お前これがどんだけ人に対して最低なことが分かってんの。お前がしてることはゴキブリ以下だわマジで、気色悪い。俺もしかしたらヤンキーと気が合うのかもしんない。俺もヤンキーに対して全く同じことを思ってたから、特大ブーメランで草っていう風に返信をしました。いや俺もさすがにね、さすがに鬼じゃないから申し訳ないなっていう気持ちもあったから、ヤンキーに本当の住所を教えることにしました。それがこちらでございます。東京都千代田区霞ヶ関2丁目2番地1号。皆さんお察しだとは思うんですけれども、この住所僕の家の住所ではないんです。警視庁の住所を送らせていただきました。申し訳ありません、ヤンキーさん、本当に僕もお家教えたくないの。やっぱりヤンキーはここに行くべきかなと思ってね、僕の優しさですよ。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。毎度恒例なんですけれども、この動画の高評価が3000を突破したら続編を公開するので、皆さんぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイス。